同じくラフスパイスの高橋直人です。この番組はお笑いコンビラフスパイスのラジオで、ラジオの前の皆様参加型となっております。この番組は生放送ですが、皆様からのメール、ファックス、ツイート、LINE アットへの投稿など随時募集しております。はい、ファックス番号が 011-867-8383 011-867-8383、 メールアドレスが withis@830.fm withis@830.fm、 懸命にラフスパイスのどこでもラジオと書いて送ってください。質問、曲のリクエスト、お題への回答など、どどんなものでもお待ちしております。どどんなものでもどどんなものでもさあ、そしてツイッターのハッシュタグはラフスパラジオで、シャープラフスパラジオ、シャープラフスパラジオでツイッターでつぶやいてください。はい、お願いします。さあ、そして明日の自己紹介はラフスパイスのどこでもラジオ準々レギュラーのペピンスロビーです。でお願いね、かっこ笑。あ、全然ね、そういうの求めてないんで、あ真面目にちょっと言ってほしかったんですね。いや、あの台本だから、事前にいただいたものをそのまま読んでみて、あ、ごめんなさい、だってこれね、点々外れてるんですよいや、そこはうまいことさ、うまいこと入れろよ。失礼じゃないか、それは。ペピンズというバンドでベースを弾いているロビーです。よろしくお願いします。それだけか。え？準々レギュラーが大切なんだよ。大切なボケなのよ。ボケなの？これ。ボケなのよ。いや、ラフスパのボケ難しい。準々レギュラーやらせてもらってます。ペピンズのロビーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3回言うか。さあ、ということで。はい、今週から、まあ、今週からというか、もうロビーが来すぎて、いや、本当だよ、昇格しました。何しに来てるの、ロビー。何しに来てるのか分かんないですよね。なんか何かを紹介したいのか、なんか分かんないけれど、来てくれてはいるんだよね。でも毎回、なんか多分告知あるとか、喋りたいことあるんですよって言ってくるんだけど、大した内容喋って帰んないんだよね。そうなんだよね。そう、大したこと喋んないで、なんか満足げな顔して、いやいやいや、今日良かったっすねみたいな感じで終わるんだけど、あれ、何の話したっけぐらいのね。いや、そうなの。いや、私も思ってて、思うでしょ。で、いや、できればね、なんか宣伝バーンってして、そうなんかや、ね、せっかく来てくれてんだからやってもらってるんだけど、今日このために来ましたみたいな、そう雰囲気がね、欲しいけど、欲しいんだけれども、なんか毎回あれっていう感じで書いていくからそうなの、ちょっとこのどう接しようかなみたいな、ね、どう接していこうかな、あれ、なんか今後のお付き合いの仕方まで考えるところだよね。もう宣伝をこうもっともっとやっていっていいのか、触れない方がいいのか、ああ、なるほど、いや、それはやっぱね、あの僕らも結構な時間を空けて再開してるから、温度感がまだ読めてないですよ、お互いに。大丈夫かな、今日あの局の下の居酒屋さんがさ、すごいカラオケの音がね、すごい響いてるんですよ。あ、そうですね、ちょっとロビーの声届かないかもしれないね、マイクに。いや、もうそれはもう張ってくれないと、張ってくれないと。春ラジオだから、ラフスパイスのどこでも春ラジオ、違います、ラフスパイスのどこでもラジオなんですけど。うわ、すごい滑った。はい、もう超滑ってますね。シュースケ、お疲れ様です。あ、疲れ様です。上なんだ。上滑った、はい、滑った。いや、滑ってる、間違ったの。間違ったのよ。間違いの多くないですか、最近。間違えるの。めっちゃ今日2人して神々だったっすよね。いや、それは大体前回だよね。そうだね。あ、下じゃないんだ、上なんだ。上なんだね。でも確かに、先週も上なんか、すごいドタバタする音、ドタバタする音っていうか、何やってんだろうみたいな音はしてた。あ、そうなの。え、ダンスとかなんかやってるってこと？いや、なんかクラブ的な、イベント的な。的な？カラオケだって言ってますよ。いや、でもカラオケでも踊る人は踊るんじゃない？なるほど。え、ちなみにこの曲は Wi-Fi 飛んでます？この曲は Wi-Fi 飛んでないんじゃないか。 OK っす。何のちなみに？いやいやいや、何にちなんだの？いや、ギガをと思って。あ、ギガの消費を抑えようと思って。抑えたいと思って。やっぱ準々なんで。準々？準々レギュラーだから。あ、じゃあ準々レギュラー。そう。1時間はね、確保。そういうとこまとめられるとね、伝わんないんですよ。準々だから。従順かなんかの意味があるじゃん。なんか言い間違ってんのかな。いや、どうしようかなみたいな。そっからか。ごめんね。トコさん、あれですね。キャラ変わりました。
いや変わってはいない。変えた意識的に。意識的には変えてない。いやすごい、とりあえずまあ強い、何回か会ってるからちょっと分かってきたかなみたいな。分かってきた。そろそろあのだから、うん、だからもう僕はトコさんも何も分かってない。いやだから準々レギュラーですって言ったからもうファミリーだから。うん、だからゲスト扱いしないから、うん、そうゲスト扱いしないからねって聞いてるからあじゃあそういう感じで行こうかって、もうファミリーとしての、まあ、扱い方というか接し方いやあのね今日ツイッターでその告知していただいたの見て、はいはい、まあ、きっとこれは東子さんが打ってんだろうなと、うん、あの直人さんバシバシ行くみたいですみたいな、うんうんうん、ってことそれを意識してる側は味方をしてくれるっていう組み取りをしたんですよ僕は、うんうん、全然じゃん全然だよ、うん、タッグじゃん。そうだからもう なんていうのかね、こうやっぱゲストに来ていただいた方に関しては、はい、ゲストの情報をね、そうそうそう、喋ってもらったりとか、うん、その喋るターンみたいなのを、うんうんうん、どんどんね渡せるようにするんだけど、うん、今回はもう準々レギュラーなんで、はい、もう自分から入ってきてもらわないと、うん、いけないから。だから今なんかベース持ってるんだけど、うん、弾くチャンスないからね、うんでマイク遠いしね、うん、持ってるだけになっちゃう、うん、気をつけ大変だよ、弾くぞ弾くぞって言ってる、うん、なるほど、わががわががわがが、じゃあ東京事変のメトロ行こう。じゃあ俊介、あれおはよう、おおはようございます、お疲れ様です、おはようございます、こんな感じになってる。顔出ししてます？顔出しはやめてますね。やめている。あ、今やめてますね。じゃあちょっと今ねツイキャスで生配信生配信ってあ、何ツイキャスをやってるの？ツイキャスやってますよ。だってこのラジオリアルタイムで聞けないっていう非難ごうごうなんですよ。いや、聞けないわけじゃないのよ。これさすがにコミュニティ FM だから、うん、白石区のコミュニティなんで、白石区近辺にいないと聞けないってだけなんですよ。うんうんうん、あの手近がに住まう母ちゃんが必死こいてて、しかもその必死に聞くよ聞くよって言ってて終わった後に、うん、ごめんちょっとアプリ落とせなくて聞けなかった、いやそういう問題じゃなかったわごめんみたいな、なんかもう二重謝りみたいなことにもなった。手近側はねごめんなさい。ちょっとね、うんうん、もう LINE 通話繋いでいただいたらダメですね。そうですね。リアタイでね。ちょっと、申し訳ない。そこまで電波届かないですよ。いやびっくりしました。うん、ギリギリでなんか車乗ってたら問いを開くと厚別、うん、ぐらいまではね。飛んでるんですよ。あ、飛んでるそんなに。もうこのここの近辺だけかと思ってた。あ、じゃないじゃない。本当白石区全体を一応カバーはしてるんだけど、してるんだ、まあ、電波の周波数の特性上、屋内に届きにくいっていうこともある。屋内に届きにくい。そうそう、あの家の中にさ、あの、まあ、例えば他の局、コミュニティじゃない局でもさ、家の中で電波届きにくいじゃん。ラジオの電波。アンテナ結構の窓際に伸ばすでしょ。ああいう状況になるから、やっぱり聞きやすいのは車の中、うんうんうん、ちょっと運転中とか、まあ、冬だからね、寒いからエンジンかけて暖房つけながら、うん、ひっそりと車で聞いてほしいっていうのもあるしっていうのもあるんだ。あとあの Windows のパソコンを持ってる方は、うん、局のホームページにアクセスしていただけると、はい、サイマルラジオって言って、あ、うん、あのホームページから Windows の機種じゃないと聞けない聞き方なんだけど一応聞けます。 Mac 差別ですね、ここでも。 Mac が、いや、Mac が差別してるっていう方が正しいかな。あ、むしろ、うん、Windows メディアプレイヤーっていう機能を Mac は持ってないから。あ、そっか、入れられない。メディアプレイヤーなんですね。そう。あ、なるほど。それが要因で入れられない。へえ。まあまあ、ちょっとそういうのがあるから、うんうんうん、まあ、今日はあの、あえてリアルタイムで聞けるように、うん、ちょっとうるさいね、ごめんなさいね、あのリアルタイムで聞けるようにツイキャスをわざわざやるって言って、うんうん、ああ、そうなんだ。俺、準々レギュラーだったんで、配信方法考えてきましたから。あ、すごいね。やらせてください。もうすごい。もうこれもう全日本規模です。もうここでのこの態度というか、うん、なんか喋り方とかは、すごい恥ずかしがっちゃって今日。うん、あ、そうなの、うん、ちょ、いや、俺そんなガッツガツやる気できてないっすから、みたいな雰囲気出してるけど、うん、心はもうやりたくて、喋りたくて。あ、そうなの。前に行きたくてしょうがないよね。いつらも細めてるよね。え、なんとかしてね、そのペピンズの、うん、あのベースキャラを保とうとするの、うん、なんで、え、なんででしょう、うん、いやだってラブスパファミリーだからもういいのよ、うん、ペピンズの時だけでそのキャラ良くてこの曲に一回入ったら、うん、もうニューロビーが出てこないと。そうだね、いけないのよ、うん、あ、郷に入ってはというか郷に従うと言いますか、うん、あ、太鼓さんありがとうございます、聞けてる。太鼓さんありがとうございます。ツイッターでね、ちょこちょこね、太鼓さん見てますよ。うん、なんか、あれね、そうなんだ、
なんかバルタン星人かわかんないなんかウルトラマンに出てくるなんかね透明のカラーリングというかね、なんかアイコンをつけていらっしゃる方でね、うんうんうん、まあまあそんな感じでやっていくんですけどなんか先週のねこのベース噛んでる、はい、あの新しく噛むよ、うん、噛むこともありますよ、14年選手でもあります、なるほど、はいはい、そりゃそうです、多めに見ましょう。あの、うん、ベースをね前回持ってきて弾けなかったから、はい、何やってるの、いや弾かなかったんですよ、弾かなかった、弾けないじゃない、弾かない、あ、弾かなかった、弾かなかった、じゃあ今日もいいですか、弾かなくて、なんで今日は弾く気だからここまで進んだ前回は袋からも出さないで持ってきたから、今落ち着けたいから持ってるわけでしょやっぱりバレた、うん、そう、あのバンドの時は そうじゃん、いらっしゃったから、うん、もうさらに3人だから、だからもう本当にあの俊介さんが、ね、ワンピース仲間っていうのは前回分かったんですけど、うん、まだちょっとやっぱりあの初回の絡みで裏切られてるんでいや そこがそれなんか言い方でもあるよね、まあそうですね、そんなことないよね、うん、残念ですね、あもうほら残念、もう今の残念ですがもうこっちとしても残念です、残念です、残念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 今日ちょっと残念な回になるかもしれないですけれども、はい、まずは、1曲目いきましょうか、ね、1曲目いってもしかしたらベースが弾けるチャンスが出てくるかもしれないんでね、うん、その時にまた、お会いしたいと思います。あ、メトロン星人らしいですよ、あメトロン星人、なるほどですね、さあいいですか、今が挟むとかじゃないですね今挟むとこで、ではいきます、まず1曲目こちらアブリル・ラビンでスケーターボーイ、出た、サセロバーガー田中工事で食べれるとこあった気がする、もうなくないですか、トレンド、はい、このコーナーはトレンドでございますので、いろんなトレンドをご紹介するコーナーでございます。ここね、あんまり紹介のトークが決まってないです、まだ、あ、なるほど、まだ決まってない、はい、14年経っても、あ、これ14年やってるコーナーじゃないんで、今年から始めたんで、ああなるほど、ほやほやだ、最近なんですけど、はいはいはい、あのまあ、なんか過去のトレンドとか、まあ、最近のトレンドとか、いろんなトレンドをこう発掘して紹介していこうかなと思ったんですが、今日皆さんトレンドあればお願いします、ちょっとあの今喋ってるから喋ってるから、あの ツイキャスに対してあの語りかけてもらっていいですか、しっけ本番中は、はい、曲中はいいですけどで今日の、ご紹介したいのがね、これね俺初めて聞いたんだよね、びっくりしました、こちらでございます、チャット GPT、 チャット GPT って聞いたことあります、ないですけど、一応聞いたことだけは、聞いたことある、わあさすがトレンドに、うん、鋭いね、トレンドに追ってる、内容は分かんないですよ、見た目とは裏腹にめっちゃトレンドって言うんですよ、いやもう見た目通り漆黒でしょ、漆黒毎回漆黒だ、これはあえてこういうトレンドというか、黒のトレンド、自分の中でもそのあトレンド、中継の中でも今流行り、はいはい、流行りというか、1年くらい流行ってる、このスタイルずっと流行ってるっていうのかね、1年、いやそうそうそう、これ定着スタンダードじゃないかっていう、そうマイスタンダードにしようとしてる、ね、でも割といろんな情報をね早期にキャッチしてるんですけど、ね、うん、このチャット GPT っていうのがあのサービス名称なんですね、うん、で最近開始したサービスで過去2ヶ月ぐらいしかまだ経ってないらしい、おで一応海外から派生したもので日本語でも使えるらしい、で今のところ無料で使えるんですが、どういう機能かというと、うん、オープン AI に学習させた高度な AI チャットボットになります、もう要は質問したら返してくれるみたいな、まあ、Siri とかね、ああいうものみたいなもので会話形式で対話をしてくれるんですけど、うん、この会話形式なんだけど質問に結構細かく答えてくれるっていう独自の AI を持ってて、でその AI のデータ元がいろんなネットの情報とかそういうものからかき集めてって独自に形成して答え返してくれるんだ、怖本当に人間答えてんじゃないかっていうぐらい正確なものもあれば、もちろん、ね、ずれた回答とかもあるらしいんだけど、でもそれぐらい鋭い回答をしてくるんだって、へえ、ペッパーくんみたいなもんですか、ペッパーくんはあれ AI のようで AI じゃないからね、すいません、わかりません、そう返してくる言葉は決まってるから、あれ AI ではないんで、まだプログラムの発展途上、うんうん、だけどもうそれ
まあ、そういうのにだから搭載されたら本当に映画みたいな世界になるぐらいの会話ができるっていう、うん、でこれがまたね、藤岡弘みたいなもんですよね。あのね、毎週藤岡弘の話題出すけど、ね、うん、いや本当だね、確かに好きなの。そろそろバンされるぞ。え藤岡弘そんなに盛り上がらないから、政権バン、あの俺らの中で藤岡弘そんな流行ってないのよ。いや流行らしそうと思って結構しつこくくどいなって思いながら、うん、厳しいね、世代じゃない、世代じゃない、厳しいねって、厳しい厳しい、はっきり言われたよ藤岡弘に言葉で、あの厳しいね、深みは深いから、そう、うん、いやコーヒーっていう共通点があるからね、親和性高いなと思う。そういうのはやっぱりロビーからどんどん振ってくれないといけないけど、ただ単に藤岡弘って発言されても拾えないのよ誰もちょっとわかんないね、ちょっとクリープみたいなもんかなっていうか、その何優しくする、うん、場の空気を、ま、まろやかにする、まろやかにする成分、それが藤岡弘ならないの、なんないんだ、ならないのよ、 OK です、出した意味が違うね藤岡弘のありがとう、突然ありがとう、いやありがとうじゃないで、このチャット GPT っていうのが今後来るじゃないかと言われてる、うん、次世代サービスで、今のところは無料でできるし無料で登録できるんだけど、うん、まあ、ゆくゆくは多分有料なんじゃないかな、うん、機能的には。で、なんかこのチャット GPT っていうのは今会社としてやってるんだけど、その前は会社じゃなかったらしくて、有志かなんかで作ってたらしい。でそこに出資してたのがイーロン・マスクとかマイクロソフトとか、めちゃめちゃ大企業と有名な投資家が参入してて、それで火がついてて、今登録者が世界で1億人とかいるらしい。2ヶ月サービス開始2ヶ月で1億人、なるほど、これ歴代1位らしい。まあね、ちょっと陰謀論好きな身としては、まあ、まあそういうね、まあ、そのメンツとかも今出てきた名前も鑑みると、はい、ああムーンショットムーンショットみたいな感じはあるんですけど、ただ、うん、このチャット GPT がすごすぎるっていうところから、うん、あの アップルだったりな、マイクロソフトか、マイクロソフトの Bing って検索サービスなんだけど、うんうん、負けてられんって言って火がついて、似たようなサービスを提供するっていう告知をしたの。それが今朝だか深夜だか言ってて、旬だ、そうめちゃめちゃ旬なのよ。で Google も検索で言ったら強い企業なわけじゃん。で Google も負けてられんって言って似たようなこと始めるらしいっていう噂が立ってて、もうそれも全部台本だわ。もうどういうことですか詳しくあのね、いやあんまり言うとあの命バンされるからちょっとあんまり言えないですけど、うん、びっくりするぐらい、するぐらい役者に向かないタイプですねんびっくりする、まあ、今の台本じゃないよ、アドリブで言ってくれてるけど、いや確かにもちろん台本なんか一回も用意して、入り方が下手くそすぎて、おもろいぐらい、なんか今カンペで言えよって言われてぐらい唐突に言ってるよね、はい、言ってこれみたいな、で意味も分かんなくそこで発言みたいな、うんうんうん、そんな状況になってますからロビーさん、はい、気をつけて、はい、でもチャット GPT 今来るから、はい、ぜひあの気になる方は登録をしていただきたい、うん、で登録して俺してみたの、うん、したら、はい、使おうとする画面がまさかの英語っていうね、ああそうなんだ、トップページは日本語でちゃんと出てるんだけど、うん、中のページ入ったら英語で、うん、それ以降なんか操作できるのかもまだそこも見てないんだ、本当に登録して、うんうんうん、ログインした後のページ見たら、お英語へどうしようみたいな、でもなんか使った人の感想で言うと結構使えるらしい、うん、で海外だともう論文で使おうとしてる人いるらしくて、うん、それを調べようとしたらちゃんとそういう情報持ってくるらしいんだよね、で答えてくれるんだって、うん、やばくない、どうそれはダメでしょあダメだよ、ダメでしょ、ダメですよね、うん、そういうのは、ね、ダメだから話題にもなってる、うん、あなるほどダメだからね、ある意味ね、うんうんうん、そうそうそう、でもそこまで情報収集できる AI っていうか、うん、検索サービスとしては世の中に存在しなかったじゃん、うん、確かにね、俺らが要は識別をするわけじゃん、ね、この情報とこの情報とこの情報をくれ、うん、でブワッと出て、うん、ブワッと出た中から選んでるよね結局、うんうん、でこの工数が本来めんどくさいわけよ、うん、でそれ検索サイトでめんどくさいからだから人に聞くじゃん、うん、あれってどうなの、うん、そしたら、うん、ね、一問一答じゃないけどポンって答えが返ってくるじゃん、うん、それができるんですよ検索サービスで、
検索をするんじゃなくて、うん、聞いたら答えてくれるっていう形式の検索サイトになり得るサービスだっていうのでめちゃめちゃ注目されてる。なるほど。だから本当に革新的でね、技術が本当に変わる瞬間ですこれ。うん、もしかしたらこの機能を使っていろんな会社が機能を借りてサービスを開始するのかもしれないし、うん、もしかしたら Google とか Yahoo 検索とか Bing みたいなものに続いて新たな検索サイトが立ち上がるかもしれないし、うん、それはねまだ分からないんですけど、うん、一応そのチャット GPT っていうサービスとしてはもう開始してて、うん、会話形式で質問に答えてくれるっていう機能があるから、ちょっと気になる方ね、本当にぜひ試してみて。それはチャットとは言いながらもう音声で回答がくれるんですか、うん、文字でしょうね。文字ですよね、うん、声ではない。だからペッパー君みたいなことはやってくれないね。なるほど、うん、じゃあ Siri もまだ優位性はあるけど、そうだね、まあ、でも検索内容っていうか答えの導き出し方とか、そうファクトチェックもいらないぐらいの情報から導くよっていうものだと、うん、だからね、怖いね。 Amazon の Alexa とか Siri とかにもしこの機能が搭載されると、もう言うことないみたいになっちゃうんですよ、ね、会話だから、うん、文字の入力の工数すらもなくなるっていうね。怖っ。で、いろんなことを聞けるっていう。であとそれの情報の正確性が、うんうんうん、煮詰まっていけば、そうですね、もう本当に未来の映画の話になるから。直人さんはちなみにこれをこうやって PR することでいくらもらってるんですか、今。俺は2億ドル。ドル、うん、おドル。なるほどね、うん、皆さん聞きました、キャスの皆さん、やばいですよ。あの、こっち一応ね、ラジオ本番中なんで、あ、ごめんなさい、うん、はい、ツイッターに話しかけるのはやめてもらっていいですか。じゃあ AI 待ちだから、この人たち。いや、その人たちが聞いてる人は AI じゃないから、生身の人間でしょ。そうですね、なんか覚えとくって聞いてます。覚えとく絶対聞いてなかった、ね、回し物。チャット GPT 絶対気になってる、まあ、ちょっと気になる方はこのチャット GPT 検索してみてください。すぐネットで検索サイトに出てくるぐらいもう有名になってるんで、多分今1億人だけど数ヶ月後には3億5億とかもっと10億人とか、結構幅広い世代で愛用されるシステムになるかもしれないんで、まあ、次来る、まあ、SNS ではないんだけど次世代サービスの一種になり得るんで、今目つけとくと、お、そのサービス知ってるよって言えたりするから、ぜひ後追いしてみてください。今日の、トレンドはチャット GPT でございました。すごいな。すごいでしょ。たまにはちゃんとした情報持ってくるんですよいや毎回ちゃんとした情報くれてるでしょ。いや毎回は割と俺の趣味思考に近い話がね、まあまあ、メインになっちゃうんだけど、うん、今日はちょっと違うのが世界規模ですもんね。そう、仕入れられたのみたいな、うんうん、なるほどね。だもうアーカイブでチャット GPT っていうのを入れるから、YouTube のアーカイブで、うん、もう検索上に出てくるね、チャット GPT、チャット GPT、ラフスパイスどこでもラジオ、出てくるかもしれないね。もうちょっと気になる方は本当にチャット GPT、はい、調べてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、2曲目参りましょう。ですね、ビッグバンでファンタスティックベイビー。震災の備えしてますか？はい、最近トルコでね大地震起きまして、はい、いやそうだね、まあ、再び、うん、北海道でも起こるか、いつ起こるかわからないので。いやそうだ、東京大地震だっけ、な大震災だっけ、うん、なんかそれももう近々起こるみたいな、ずっとさ、うんうんうん、予言されてるじゃん。そう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 、ね、現実になってないけどまだ、うん、怖いよ ね、 そうね、いつ来るかわからないので、まあ、うん、備え何かしてますかと。結構ね、毎年のようにちょっとこのテーマを持ってきたりするんですけどやっぱりその度になんか物なんか増えてるかなとか。いやー、うん、してないね。してない。モバイルバッテリーみたいなあるじゃん、うんうんうん、その大きめの、うん、あれは買ってるけど。買ったんだ。買った、2台買った。2台も買ったんだ。いや私もどうしようかなと思ってよ。欲しいなと思ってるけど、なんかキャンパーとかさ、その YouTube で使ってるような大きいやつじゃないよ。うん、うん、いやそれでもやっぱり大きいやつじゃないけど、一応はなんかセールだからとか買ったりとかはした、うんうんうん、でも食品がさ、うん、迷うとこじゃない。
なんか、うん、セット品みたいの売ってるじゃん、はいはい、その災害セットみたいな、うんうんうん、まあ高いでしょ。まあ高いですね。高くて、うん、で中の食べ物は、うん、賞味期限来たら、うん、あれだから、うん、ある程度食べて、はい、こう置き換えてくださいみたいな、うん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 、でも食べたいものじゃないんだよ中がさ。まあそうだね、うん、じゃあなんかカップ麺とかをちょこちょこ買って賞味期限切れるときにこうサイクルで飲ましましょうみたいな、うんうん、そのエコノミストさんみたいな人いるじゃん、うんうんうん、震災エコノミストみたいな、うんうん、でもその生活してたらカップラーメン食べる量多くなっちゃうよなとか、うん、なんかそういうのいろいろ買っていくとなんか踏み切れなくて、うん、結局その備蓄っていうのをうまくできない。あ、まあ、食品はそうだね、うん、この前のめちゃめちゃ寒い日あったじゃん札幌、はいはいはい、あのねめちゃめちゃ風吹いてうんうん、うん、あの時はさすがにやばいと思って、うん、水は買った、うん、あの2リッターペット6本ね、うんうんうん、とカップ麺買っといて最悪外出れなくなってもいいようにと思って買ったね、うん、でもそれぐらいの備えしかしてないな、うん、あといやでもそうだね、あと冬にもし電気止まってまたブラックアウトになったらどうしようとか考えるから、うんうんうん、一応カイロをとか、あそうだね、うん、ぐらいだね、うんうん、だから1日2日で復旧してくれないとも死んじゃうぐらいの備蓄しかできてない、うん、正直、うん、一応なんか3日間分ぐらいは用意しましょうみたいに言われてるけど、だけど最近のその震災の後、うん、ライフライン復帰するのってさ大体1週間ぐらいかかって、そうだね、まあやっぱり1週間分ぐらいを用意となればすごい量なわけですよ。いやそうすごい量でどこに置くっていう問題もあるよね、うんうんうん、正直さそう置く場所だってなんかね、ないしね、うん、でかいやねだから宇宙食みたいなものがねもっと手軽に買えたらいいんだけど、うんうんうん、意外とないじゃん、うん、で日持ちして、うん、いつでも食べれてってなったらもう選択肢がさ、うん、カップ麺みたいなものしかないわけよ、うん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 、でもカップ麺かってねなるから、うん、もうちょっとなんかビスケットみたいなのとかさ、まあ、缶詰用のパンとか缶詰用っていうか缶に詰まってるやつで、まあ、羊羹とかね災害セットの中に入ってるみたいですけど、羊羹、まあ、要は少なくてもエネルギーをちゃんと行き渡るものっていうのを厳選しないと、うん、チョコレートとかとかね例えばだから腹持ちいいものとか、うん、サイズじゃなくてねだからカップラーメンとかお湯必要だしそもそもそうなの、うん、そこがね結構ね、うん、課題なの、うん、どうやってお湯を沸かそうか、あと幅も取るじゃないですかね、幅取る実際、うん、プラスチックのゴミも出るしすごい、うん、でも俺羊羹食えないんだな、あ知らないいや知らないじゃない知らない知らない大切だよね食べれるようになろうあのなんか羊羹では美味しいって感じたことないんだよな、うんうんうん、だってよあれ今配信してんだよね、ええ会話全然してくれないよ俺とね、いやなんかだってトウコさんとすごい盛り上がってるから、いや別にいやみんなでみんなと話していいんだよどういう会なのこれラジオだから、あそっか、うん、いやなんかねじゃあちなみにロミーは備蓄してるそら入ったらね、うん、今早いわって言われ続けて言われ続けて3回目だから言わないよさすがにこっちも怖くなるから今早いわは言わない震災より怖ただ藤岡弘は早いって言ったちょっと藤岡弘もういいんすよ藤岡弘もういいんすよ早いじゃない、ね、もう1回出たから何逆襲しようとしてんだよ何藤岡弘の逆襲しようとしてんだよもういいんだよもういいんだよ、ね、もういいんだよそこモノマネしなくていいんだよ似てないんだよ似てないんだよじゃないあでもあの自分で言ったら備蓄とかはしてないですね僕はあの食はあのほらゆで卵1個で5日ぐらい生きれるタイプすごいね本当になので、まあ、食は細いもんねそう食細身なんでね、うんまあ、でもあの2018年の胆振地震の時に、うんうん、とちょうどまあなんだろうなあれで実際に危機感を覚えたから、うん、その後車を買いでお、まあ、結局車なんですよ自分の中での回答はどういうこといや家はだってそれもうそもそもね、うん、ドガンって食らってバコンってなったら終わるじゃないですか、まあ、家そうだ ね、まあ、ね崩れたら、うん、地盤から崩れたら別に終わるから、うん、だったらすぐ外に出て、うん、でその間に1週間の食料なんて持っていけないんですよ、うんうんうんまあ、現実的に、うんうん、もう本当に必死の場合、うん、多分ねだからとりあえず車に逃げ、うん、でそれこそ直人さんがバッテリー買ったって言ってましたけど、うん、自分も去年の12月に、ま、目的はいろんなの含めた上で400ワットのバッテリー買いまして、う
でソーラーパネル付きのやつなんですよ、だからもうどこでも電気は生み出せるというものを買っちゃった。でそのキャンプの YouTube とかでも使えるし、災害用でもいいからっていう、ね、1個あればいいっていう。あとは結構じゃあ金出したね。出した出した。だからそれを車に積むっていうのを忘れなきゃいいですね。そうだね。食らった時に。ああ忘れてるやつってなんなきゃいいかな。それを閉まってる部屋から潰れるってことだよね。そこからピンポイントにみたいな、うん。西から来るかみたいな。だからそのあとはあれかな、テントとか、うん、それこそ。ああテント。あとは車の上に積むテント。であってルーフトップテントが、うん、まあ、20万とかするんですけど、うん、それさえあればもう自分はもう家なくても生活もできると。まあまあまあそうね、うん、であとは寒さしのぎで、まあ、防寒サイズね、うん、それはどうにかなるじゃないですか。だからすごいな、すごい、うん、どうにかなるでしょ。そんな すごいだからあとはモバイルルーターと Wi-Fi の環境とノートパソコンが手に入れば私はもうもう住所不定有職者になりたい。結構インフラはまだ整ってるか、うん、動いてる前提なんだね。うんうん、まあ、まあまあそうですね。だからそれがないにしてもですね。だから最強っていう。でもだから大地震だからその、うん、ちょっとやそっとで家が崩れましただけじゃないのね。この街が隆起したりとか例えば。そうだね。もうそういうもんですよ。だからもう車も出れないですよ駐車場から。結局だ。あくまでもそのスペースで生き延びるっていうことか。そうです。だから倒れてきたマンションの下敷きになったら終わるし。そうだね、うんうん、だからもう家を持たないことが一番かもしれないです。極論こうなってきた。極論すぎてね、うん、まあ、でも間違ってないね。湖のほとりとかで意外と浮浪してた方が、うん、トレーラーハウスで生きようかなと思ってますよ。私は家持ってるじゃん。トレーラーハウス持っちゃってるハウスだからね、うん、確かにな。鋭いなぁ14年うわぁ鋭い鋭いよ。ちなみに洞窟は何か備蓄、うん、備蓄ですか。水ぐらいしかしてない。水してるんですか。水はやる。水はやっぱりないと、うん、悲しい。悲しい。それあれ普段から使うの。そのサイクルするのにさ、なんか何年かしか持たないですもんね結局。あの、3年とか5年とか3年5年だから、うん、まあ置いといて、うん、なんかそろそろかなって時に使うみたいな。それぐらいしかしない。あとパスタぐらいじゃないですか。パスタ。パスタ。パスタあればなんとか生きていけると思って、うんうんうん、お湯はどうするの。お湯沸かす時ってなんかパスタってなんかすごい長時間つけてたら水でなんとかなる。はいはいはい。いいね、だから塩とパスタ入れとけば食えるの。まあしょっぱいパスタが食える。本当？食えますけど。なるほど、ね。美味しくないらしいけど、うん、まあ一応柔らかくはなるから。うん、そうなの、うん、あとそのイブリの時にその自分の職場で、うん、あの配布されたものがあって、うん、まあ、その中にちょっと今コメントもらってるんですけど、うん、アルファ米っていうのは水で、うんうんうん、うまくないやつね。あれアルファ米ってうまくなかった。ちょっと待って、食えないんじゃないの。俺多分食えない。ちょっと好き嫌い多いな、うんうん、と水で1時間で美味しく食べれたしってこう美味しく食べてる方もいる。あれじゃあ俺食べたのアルファ米じゃないのかな。あれこんにゃく米かな。あ、なんか俺もねもらったのよ、うんうんうん、わかめご飯ね美味しかったんだよ。なんかなんだあれ、あ、じゃあ俺食べたらアルファ米じゃないかな。もともとおかゆ系が嫌いでしょ。あ、食えない食えない。だから余計じゃない。食えない。うん、あ、なんかアルファ米って柔らかいの。俺も食べたことない。柔らかいんじゃないのあれって。いや戻すんでしょ水とか。水でお湯とかで水に置いとけば、うん、まあ、勝手に戻るんですけど、うん、別に柔らかくはなかったですね、うん、あ、そうなんだ。これもあの期限切れそうだから食べたんですけど、米らしい食感ではちゃんと米らしい食感。まあ粒はちっちゃいですけど、あ、そうなんだ。普通のお米ですね。お粥じゃないですよ本当に全然。あ、じゃあ俺食べたやつ違うから。違うんだね。いやなんだっけ、こんにゃくかなんかで作っててカロリーが少なくて、うんうんうん、その非常食にもなりますみたいなやつがあったんだけど、うん、びっくりするぐらい美味しくなくて、うん、非常食だとしても美味しくないぞこれっていうものは一回食べてそれかなと思ったんだね。うん、それ食べるぐらいなら飢えた方がマシだみたいなぐらいですか。うん、まあね、うん、だから本当にその状況になったら食べた、あ、よかったと思うのかもしれないけど、なんか備蓄したものが賞味期限来ちゃうから、うん、さあ食べようってなりたいものではないから。なるほどね。なんかお金かけるのバカ臭い最終手段ぐらいの。いや本当に本当に本当にあーってよかったっていうその時しか思えない。普段からサイクルでは回せるものじゃないなって。へえ。なんかね技術進歩でさ半永久的なものとかさ、うん、
まあ、作れるけど作るとねその会社が潤わないから、うん、結局あれなんだけど、もうちょっと備蓄セットが世の中安くなったらいいのになと思うね。確かにサイクルしやすいように、うんうん、あとあの電池不要の手回しのライトとかラジオとか充電みたいなのもある。買ってる、太鼓さん買ってるみたいな。買った、うんうんうん、それあれば確かに自家発電なら一番ね、うん、いいですよね。結構回してね、うん、1分とかしか引けないから、うん、じゃーっつってね、うん、あの停電の時、外行ったら回してる人いたね。そうずーっと歩いてやってる人いた、うん、あのブラック、北海道ブラックアウトの時のラジオには本当に助けられたなって思うよ、うん、あー確かにね、情報を収集、うん、そう情報も来てるし、やっぱり人が喋ってってるっていうのがさ、うん、やっぱりちょっと安心感あるよね、うん、なくて情報遮断されたらやっぱりちょっとパニックるよね、うん、そうだね、どうなってんの世の中はっつって、うんうんうん、で携帯も使えないくなっちゃうでしょ、うんうん、だから自分もでもあの時の思い出で言ったら、うん、その職場でその一応管理側だったんで、その皆さんの、うん、安否確認をしに職場に行って、うんうんうん、そのいろいろ信号止まってる中ホテホテと、うん、行ってかけてもやっぱり誰も出ないし、うん、その業務上 ね行かなきゃみたいな感じで行ったんですけど、うん、でその帰りか翌朝か、うん、あ違うな、震災起きたのが確かあれ朝方でしたよね。そうだね、夜の3時とか4時とか朝の、うん、でそれでまあなんか思ったよりすごくて、うん、まずは速攻倒れそうな棚とベースを押さえ、うん、でうわーって思って、でまあ、どうせ仕事これないだろうなっていう直感があったんで、うん、朝方近くのセブンイレブンに行ったんですよ、うん、そしたらもうもちろんもう食料買い込まれてもうほぼないっていう状態で、ね、でも一応あのなんか買っとこうと思って、うん、ハイチュウとワンピースの新刊買いました、うん、なんでそれこそ好きすぎるだろ、うん、大事大事ですよね、はい、気を紛らわすというか日常に戻ろうと思って心だけ考察込みでね、考察込みで初めて聞いたんだけど、はい、単行本1個で1ヶ月読み回すの、はい、行けません全然行けません。マジ深すぎる、どえ深度がもう、ね、絵のなんか細かいところも全部見ていくってこと。いやそうですね、1回読んで気づけないところってあるんですよ、うん、あこいつ前も出てたんじゃないかなみたいな、うん、なんかよくわかんないモブキャラがいたりとか、うん、そういうのもあったり、うん、パンダマンとかね、それを探し出すだね。だからそのレジの対応がすごいびっくりしてたっていうか、そのレジも止まってるから全部手で対応してる中で、うん、みんな食料の中でワンピースが来たから、うん、女の子なんかこんなになってた。そうだ朝から確かにこれいくらですかみたいな、食べるのかなって思うねそうですね、ヤギかって、うん、非常食にしようとしてるのかな、まあね、思う人もいるよ、まあ、最悪火をくべようと思ったんですけど、ね、最悪あの時は本当に冷凍食品とかって使い物にならないんだなとかも思ったね、うん、意外と解凍されるまで時間かかるじゃん。あで結構肌寒い時期だし、うん、9月とかさ、うん、10月前ぐらいでしょ、うん、9月でしたね、うん、真夏だったらさ、うん、なんか ある意味ね冷凍でもすぐ食べれるんだけど、うん、解凍もできないから、確かに結局ガス使える家じゃない限りはさ、うん、うちガス使えなかったから、うん、わざわざあのカセットコンロ出してやったのと、うん、あと冷凍庫に入ってるお肉とかダメになるから炭を起こしてバーベキューしたよね、うん、そういう人いましたよね。だからその、うんうん、そういうのも結構タイムラインとかに流れてた人、そうそうそう、災害を機にバーベキュー開始みたいな、そのたくましいなとすら思うっていうか、うん、それを近所の人と分けて食べたりとかはなんか微笑ましいっていうか、うん、でもそれがなんかいい、まあ、ちょっと心は温まるというかね、うん、日常忘れるから、うん、焼肉屋さんも配ってましたもんね。そう、あの時ね、飲食店のそういう計らいというかね、ああいうのってすごい粋だなっていうか、かっこいいなと思ってたな。いや、それでもね、思う、うん、あのゾラさん、うんうん、なんかあったゾラさんが DM 来た、スープカレーのお店ですね。あ、そうそうそう、あの私が大好きな、うん、あの札幌のスープカレーのゾラっていうお店があるんですけど、はい、ツイッターフォローし合ってる仲なので、うんうんうん、あのいっぱいいるけどね、つぶやいたので、ね、いや、いっぱいいない、そういうことじゃないよ、いっぱい死でいいんだよ、あのなんかあ食べ物どうしようとか買いに行けないみたいなこと言ったら、うん、そのお店で余ってる食材とかダメになっちゃうから、うんうん、もしあれだったら譲りますよって、うんうんうん、そう言ってくれて、うんうん、いやありがとうございます、でもそれは申し訳ないんでって言って、うんうん、その当時断ったんだけど、うんうん、
なんかそういう人の優しさを感じれるみたいなタイミングでもあったよね、うん、困った時は助け合いというか、いや本当に助け合いでしたね、ああいう時とお金が絡む時って絶対人間性出るんですよね、うん、買い込む人の気持ちは分からなくはないんだけど、うん、自分らが良ければいいだからそうなるんですよね、うんうん、周りのこと考えて買い込む量を制限してほしいね、まあ、分かるけど、いや分かんないな分かんないわ、まあ、全然分からない、まあ分かるぐらいね、まあまあ分かって、まあ、分かってやらないこともないです、ね、そうそうそう、そこでじゃあちょっとロビーから提案がね、さっき曲中にあったんですけど、うん、なんかこう震災とかけてかけまして、かけまして、うん、ベースとトクをやっていただけるすごいねようなので、うん、なんか弾いてくれるらしいんですよ、はい、今日そのために今日ベース持ってきたって、ああま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 あね、なんか、ね、弾いてくれるらしいので、うん、いやーほんとね、何を聞かせてくれるんですか。いやもうあと10分ですもんね、でも 6分か、うん、告知する隙間はないですよ。いやそうなんですよね、うん、ペピンズの僕のやってるバンドの、はい、その当時あった曲でもないんですけど、もちろん、まあ、揺れるっていう曲があって、お、まあ、地震は揺れるからあ、ね、しかないっていう、むしろ今浮かぶのが、ね、そういうのベースをちょっと弾きますね、はい、以上です。いや揺れてない。全然揺れなかった。いやこれは揺らせれない。全然心揺れなかった。ちょっとテーマが重い。こんな早く終わる？いやでも合ってますよコードは。一曲なくてそれしか弾かないわけじゃないよね。いや全然。お休みパートなんてじゃない。ちゃんと4分ぐらいの曲は。4分ぐらいの曲。はい、え4分ぐらいの曲ずっとその感じなの？うんうんうん、まあ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 。まあまあまあ。まあまあ、展開はありますけど、ね。展開はある。その展開を聞きたかった。告知をしたいんですよだからここまでにします。続きを聞きたい方はライブに見に来てください、まあ、そうですね、はい、もちろんこの続きはライブで楽しんでください。で日程がですね、はい、3月の、はい、今日決まったんですが、今日決まった、今日決まった、3月5日、はい、3月5日に丸山の電気食堂っていう、まあ、稲田飲み屋さんがあるんですけど、稲田飲み屋って何？どういうこと？稲田だよね。稲田って何？言ってくれたらわかる。稲田。稲田ってわかる？わかんない、わかんないですよ。僕見てもわかんないですよ。わかんなかった。稲田の意味書いてないんですよ。シュースケのファームに。トレンドだから、ね。俺らが知らないだけの言葉かなって。トレンドじゃないか知らない。トレンドではないですね。トレンドではない。かなりレトロなワードだと思うんですけど、稲田意味ですよ。まああのね、ちょっと癖のあるお店でして、まあでも自分も8年もう10年ぐらいかな、ちょっと割と近所なんで通ってて、そこを会場としたイベントがたまに行われていたんですね、コロナ前は、はい、でそこでこうその電気食堂のイベントにベースへ出たりとかはしていたっていうところで、うん、あ稲田は素朴っていう意味らしいです。そうだね、素朴とか、うんうんうん、まあ素朴なんですけど、うん、まあまあそう、まあ、そんな良きお店ってことですね。そうですね、うん、レトロフューチャーな感じのお店でイベントをやるから出ないかいっていう連絡が今日あって、うん、でメンバーに、まあ、今最終確定ではないんですけど、うん、ペピンズで19時半ぐらいから出る予定です。おお、なるほど。で究極ペピンズがちょっと都合悪くても自分は何かしらの形で出るんで、ベースとしてですね。来てくださいね、はい、皆さん。あとはね、3月10日ですね、はい、その5日後、ちょっと待ってくださいね、10日でしょ、ちょっと怖いな、こういうの。なかなか告知の時にね、調べながらちょっと待ってくださいねっていうのはね、なかなかないですね。まあね、時間も限られてますからね。そうそうそう、タイトな時間の中でやっぱり宣伝しなきゃいけないから。そうそうそう、いやあと2分もあるからね。いや前回50秒で詰め込んでますから。いや詰め込めその成功体験があるから。違う、詰め込めてなかったから。嘘だ。俺ナオトさん被してたもんあの時。俺聞き直したけど。ああすごい邪魔してくれると思った。まあわからんかったよ。あそうなの。どこで何をするかって全然わからなかった。ライブをしますの情報しかわからなくて、うん、結局俺ツイッターから画像引っ張ってきたからね。わありがたいな。10日。3月10日金曜日は、はい、スパイスという箱ですね、はい、でこれはゼップ札幌の近く歩いて2分ぐらいかな、もともとデュースっていう箱だったんですけど、うん、名前変わってスパイス、
でこれ今年2回目ですね。でここでやります、うん、最後、うん、3月21日春分の日春分けの火曜日ですね、はい、祝日ですよ、うん、白石ピグスティここに近いですね。おピグね、うん、ピグ、うん、白石劇場ですね。あの成人向けの映画とかを昔は流してた、まあ、すごい趣のある大丈夫あと1分しかないけどすごい稲田ね稲田ね箱があるんですけど、まあ、前のバンドの時からすごいお世話にというかすごい出演してた箱でして、はい、でそこで自分のイベントやります。おでそれ一応あの前はプラネットストンプだったんですけど名前変えて、うん、バーサススタイルオリンピアっていう名前でやろうかなと思ってて、はい、今週中ぐらいには出るバンドとか固まるんで、うん、展開はしますよ、はい、でそこでそれこそね、あの直人さんが時間いっぱい使えるわけじゃないからね直人さんも MC でなんと出てくれるというねいやいやいや違う違う違う俺初耳だしよね。あれあそうなの、うん、んなことないんなことない絶対違う絶対やった言ったと休み明けてないんじゃないかその日あれまさかのえもうびっくりしてるびっくりしてるあちょっと終わろうあちょっと終わろう終わろうこれはやばい揺れる揺れる、どうもありがとうございました今週はここまでさよならラブスパイスのどこでもラジオ。